高い声で歌えるようになりたいけど、どこから勉強し始めればいいの？ボイトレの動画いろいろあってどれから見ればいいかわからないという人のために、今日は簡単にこれを学んでくださいというのも説明するので、そういった悩みがある人はぜひこの動画を最後まで見てみてください。ヤッホー、高音大学の皆さん、君のボーカル講師ゆきおです。このチャンネルではブラジル人の僕が日本で高音が出せなくて悩んでいるという人たちのために、発声の理学、ミックスボイスやベルティングなどについて話しているので、力強い高音で自由に歌えるようになりたいという人はチャンネル登録と高評価お願いします。まず高音出せるようになりたいとか、そういったコンプレックスだったり、自分が歌いたい曲が歌えないって僕たちが感じるときに、いろいろ調べたりすると思うのね。いろんな人に意見を聞いたり、どういう感覚でやってるのとか、いろんなボイトレ動画で高い声の出し方とか、ミックスボイスの出し方とかで調べると思うのね。ほとんどが感覚的なもの、ちょっと理学っぽいことを話しててもあんま何言ってるか分かんないみたいな動画とかっていうのも多いと思うから、今日はシンプルにこれを勉強してくださいということを話します。何を勉強しないといけないのか、まあ3つのポイントに押さえておきましょう。1つ目は、僕たちは何をしたいか。高い声を出したい、漠然とした考え方があると思うんだけど、高い声っていうのを要素分解すると、音っていうのがあって、高音っていうのがあって、声っていうこの要素があると思うんだけど、音ってそもそも何なのかっていうことだったり、高い音って何なのかっていうのを言葉にできますか？うまく言語化できてないという人が多いのね。まあ、インターネットで Google で音とはで調べたりとか、高い音とはで調べてみてください。このチャンネルでも話してるんだけど、一回自分でね、受け身になるだけじゃなくて、ちゃんと調べに行ってください。そういったところからまず勉強しましょう。なんでかっていうと、もう基礎中の基礎なのね。けど別に誰もそういうことを知らないし、基礎を知ろうとしないのね。結局感覚的な練習だったりとか、じゃあ腹式呼吸をひたすらにやってくださいっていうボイトレ動画を見て、それを信じてやって上手くなれないみたいなことがあったりするのね。だからまずはそこの2つのポイント、音とは何なのか、高い音とは何なのか、ここの高い音に関して調べるときは、低い音とはっていうふうにも調べてみてください。声というものも調べてほしい。これが3つ目の要素。声って何なのっていうので調べたりとか、まあ分かりやすい調べ方で言うと、声の仕組みっていうのもググってみてください。声ってどうやって生まれるのか。大体みんなとりあえずやるべきことって何なの、どういう練習すればそれができるようになるのとか、方法にだけこだわってて、本質的なところが抜けてるのね。まあ、例えば地声のまま高い声を出したいとか、この発想っていうのもそこの基礎知識がないからそういった表現になったりするのね。そこの基礎を勉強することで、声帯の動き的にもう不可能なものだよね、それをやろうとすると結局喉を痛めるよねっていう結論に至るのね。だからまずはこの基礎的なものを学んで、高い声を出すためには別に腹式呼吸が大事なわけじゃないんだとか、呼吸方法はもちろんより声を良くするためとか、よりうまく声を使うためには必要だけど、必ずしも腹式呼吸じゃないと高い声が出ないとか、腹式呼吸じゃないと綺麗な声が出ないとかっていうわけではないということを、ちゃんと自分の頭で考えて理解するようにしましょう。このチャンネルでは本当にもう何もわかんないですっていう状態から、しっかりとプロが出せるような発声っていうのをしっかりと理解して、自分でね考えて狙ってそれを出せるようになるための知識を上げてるので、もしわからないことがあったら YouTube で高音大学と自分が知りたいテーマで調べてみてください。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。La la la, la la, la la.